こんにちは、ラーメン岡の松本です。今週の締め第15話はラーメン岡キッチンに出店し連日大行列を生んだラーメン岡グランプリ殿堂入り店ラーメンあじさい。愛知県名古屋市から全国にその名を轟かす日本現代ラーメンの最高峰を徹底レポ。比類なき醤油ラーメンをいただきます。店主はこの方、戸谷正夫さん。もともとは大のラーメンフリークで年間800杯ほど食べ歩いていた時期もあったそう。その後麺創兼かなで八の足派つけ麺丸和で修行し2015年に独立。オープン後はまさに破竹の勢いで注目を集め、ラーメンウォーカー東海2016で新店第1位、2017と2018で愛知総合を連覇し殿堂入り。名実ともに東海エリアを代表するラーメン店へと上り詰めました。創業100年を超える老舗の醤油を生かしたタレに、厳選した地鶏やブランド豚から抽出したスープ、すすり心地を追求した平打ち細ストレート麺、部位も調理法も異なる3種のチャーシューにこだわりのメンマなど、まさに火の打ちどころなし。ラーメン界の一つの頂に立つそのお味とは果たして。こちらがラーメンあじさいの代名詞、醤油ラーメン。本当に吸い込まれるような美しさ、ワクワクとドキドキが同時に押し寄せてきます。早速いただきます。まずはスープ、和歌山の湯浅醤油をメインに5種の醤油をブレンド。醤油の風味を主役としながら、鶏と豚の動物系スープがどっしり舌支え、表面に浮かぶ稚油のコクも秀逸です。麺は滑らかな食感を追求した平打ち細ストレート麺。本店では自家製麺ですが、ラーメン岡キッチンでは特別に大人気店日本ラーメンリン京都とのスペシャルコラボ麺で提供。見てください、通常よりかなり長めの麺で、唇も喉も喜ぶすすり心地、スープも完璧に絡みます。3枚入ったチャーシュー、まずはローストした鴨肉。表面はパリッと香ばしく、中は上品。続いて黒豚のチャーシュー、低温調理された一品、噛むと肉の旨味がにじみ出てきます。肉肉しい豚バラ、極限まで洗練された一杯なので、豚バラが良い意味でラーメンの世界に引き戻してくれる感じです。最後にメンマ、パクリ、柔らかすぎず硬すぎず、ジューシーでフルーツのような味わい、感動の一杯、ごちそうさまでした。時に天才と称される戸谷店主、大切にしていることを伺いました。ありますね、今ラーメンとしては一歩先へっていう気持ちでやってはいるんですけども、ただその到達点じゃないですし、お店一つを僕は守ってやっていくって決めてやってるので、もっとこうたくさんのお客様をね、幸せにできるというよりも幸せになってもらえるようなお店を作る。これ本当シンプルなんですよ。どこのお店も一緒だと思いますけど、お客さんが喜ぶ、幸せになる、その幸せになるっていう気持ちが一日に何個もたくさん増えたら、もっと幸せな毎日が、皆さんね、皆さんの幸せな毎日が生まれるんじゃないかな。それが僕の幸せだし、ラーメン美味しいの作りたいからなんて全然考えてないですよ。皆さんが幸せになればいいなって、それが僕の展開です。人生かけてやっていくってことはそういうことでしかない、お金持ちになりたいとか、すごいでかい店になりたいとか有名になりたいとかじゃなくて、幸せになってもらえたらいいなで一生過ごせたらいいなと思ってます。今週のプレゼントは山形を代表する人気店新春屋本店のお土産麺をなんと10名様に。応募方法の詳細は動画の概要欄をチェック。応募のキーワードはこちらです。毎週プレゼントが当たるラーメン岡公式 YouTube、 ラーメンの楽しい動画や最新情報など役立つ動画、プレゼントが当たるお得な動画まで続々と公開中。ラーメンファンの皆さん、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。